ニュースポスト7です。極寒ロケでの美しい立ち姿です。話題の連続ドラマ今夜すき焼きだよの主演を務める蓮佛美沙子さんのロケ現場をキャッチしました。昨年クリスマスの18時過ぎ、撮影は都内の住宅地で行われていました。居合わせた男性によると、東京の最低気温は 1.8 度と極寒、蓮佛さんは寒そうな素振りを見せることなく笑顔で撮影に臨んでいて、役者魂を見せられた気がしますとのこと。立ち姿が美しく、背中が丸まりそうな寒さの中でもピシッと背筋を伸ばし、姿勢を崩すことがなかったそうです。